6ヶ月で結婚を決めたいならプレシアへお任せください。オンライン完結なのでスピーディーに結婚へ導きます。詳しくは概要欄をご覧ください。どうもこんにちは、プレシアの木島です。本日はマッチングアプリで食い逃げが流行っている件についてっていう話をしていきたいと思います。皆さんはマッチングアプリしたことありますか？出会い目的の男女が登録し、いいなって思った人とマッチングしたら、連絡を取り合ってデートをするっていうものですよね。そこで2人が初めて出会い、食事に行くわけなんですが、終盤に差し掛かったところで男性がトイレに行くって席を立って、30分以上経過しておかしいなって思って確認したらいなかったっていうことが起こっているようです。でこの時のお会計は2人分で約5000円だったみたいなんですよね。何万円っていう額じゃなかったことがせめてもの救いではあるんですが、途中で逃げられるっていうのはめちゃくちゃショックですよね。最初から食い逃げ目的だったのか、もしくはタイプじゃないからそうしたのかはわからないんですが、2500円払いたくないがためにドキドキしながら走って逃げるっていうのはなんかね、割に合うのか疑問に思っちゃいます。女性以外にも男性も食い逃げされているみたいなんですよね。30代男性はアプリで出会った女性と1時間ほど焼肉デートを楽しんでいました。その時に女性がお手洗いに行きたいと席を立ったので、疑うことなく送り出しますよね。しかしなかなか帰ってこず、不安になった彼は女性スタッフへお願いしてトイレを確認してもらったところ、誰もいないと言われ、もう全てを悟りました。お会計は1万円ちょっとだったようなんですが、女性に逃げられたのでしぶしぶ一人でお会計をしたそうです。女性に連絡を取ろうとしたんですが、すでにもうねアプリも退会していたのでどうにもできずに終わったようです。さらにお気の毒なのはもうここからで、その1ヶ月後にも別の女性に食い逃げされてしまったんですよ。アプリで知り合い、メッセージで盛り上がったようで、直接会って話そうっていうことになったみたいです。そして居酒屋で食べたり飲んだりしていたようなんですが、会社から連絡が来たっていうことで一旦彼女は席を離れました。でただ10分以上経っても戻ってくる気配が全くなかったんで、外を確認すると女性の姿がなくて、結局お会計は済んでないのでまた自分が払って帰ったっていうことでした。もうね、2人続けて食い逃げはさすがに辛いですよね。それまでの時間もお金も労力もワクワクも全てが無駄だったと思わざるを得ません。じゃあなぜ今マッチングアプリでこんなことが起こっていると思いますか？それはお互いの個人情報の交換が一切されていない点にあります。通常お互いの名前とか職場、自宅などが分かっている関係だったら、相手をその場に残して逃げるっていうことはしないはずなんですよ。なぜなら逃げたとしてもつながりを簡単に切ることができない相手なので、職場を通して連絡が来るかもしれないし、自宅に来られるかもしれないからなんです。こうしたリスクがある中でですよ、食い逃げしようっていう気にはそもそもなりませんよね。でもアプリで知り合った男女って基本的にはお互いの素性は一切明かさずに、名前すら偽名とかニックネームで呼び合うので、目の前の人にひどいことをしようが何しようが最後は逃げればいいんですよ。こんな危うい関係の相手と1対1で会うのはもうね、一か八かの大勝負と言っても過言ではありません。こうした被害が実際にあると知ってしまった今、マッチングアプリで出会った人と食事中トイレに行くのも自分自身疑われそうだし、反対に相手がお手洗いに行くっていうものなら、もうね、気が気じゃなくなりますよね。戻ってきただけで相手の株が勝手に上がりそうです。もともとアプリは気軽に利用できるっていうのが最大のメリットなので、その分自己責任になるので、相手を見極める目は持っておかなければいけません。そうは言ってもね、じゃあどこをどう見ればいいのか分かんないっていう方もいると思うので、こうした被害に遭わない方が一人でも増えることを期待して、マッチングアプリで食い逃げされない方法をお伝えしていきたいと思います。一つ目は、すぐに会おうとしないか。ご飯をタダで食べることを目的としている人はやり取りに時間をかけたがらないんですよ。そりゃそうですよね。仮にですよ、5000円分の食事を相手に無理やり払わせようって思っている人が毎日
3通のやり取りを2週間続けるってまあ割に合わないですよね。サクッとやり取りしてちゃっちゃと会ってご飯代を無理やり出させて逃げることを目的にしているなら、最短でその目的を達成させたいって思うのが人の心理です。じゃあ逆に食い逃げされない人と会うためにはどうしたらいいと思いますか？そう、会うまでに時間をかけることです。毎日5往復のやり取りをして3日に1回はビデオ通話で話して会うまでに手間をかけさせることです。本気で恋人を見つけたいんだって思っている人なら喜んでそのやり取りを続けてくれるでしょうし、寝しもくならバカらしくなってやめると思います。これだけでも相手の本気度を確かめることができるので、やってみる価値はあります。相手の素性が分かんない中で直接会うっていうことはリスクでしかなく、お金、時間、労力、体のどれかを奪われてしまうことにもなりかねません。こうなることが分かりきっている出会いだからこそ、会う前にこうした方法で見極めることが大切です。アプリでの見極めポイント2つ目は、写真が美男美女。美男美女がアプリに登録していると当然人気で、異性からのアプローチってなりやまないんですよね。でそんな人気者である人からアプローチされるとついつい舞い上がってしまうかもしれないんですが、もうここでね、一旦冷静になりましょうよ。そんな美男美女がわざわざ自分を選ぶわけがないっていう視点を持ってください。だいたい舞い上がってしまうのは今まで女性経験の少ない男性か高望み面食い女です。見た目に釣られてホイホイ合っているとネットワークビジネスの関与されるか食い逃げされるかですよ。今まで見た目20丸の異性と接点がなかったのに、アプリを利用した途端そんな出会いがあるなんておかしいと思いません？婚活は奇跡が起きる場所じゃなくて妥当な相手と出会える場所ですからね。それなのに奇跡みたいな出会いがあるっていうこと自体がおかしいんですよ。浮かれるのではなくて疑いましょう。そんな上手い話はありません。あるとしたらそれはもうそういうことなんですよ。顔も口も上手い人が積極的にアプローチしてきて、会おうよ、会いたいって言ってくるのはおかしいよっていうことをそろそろ理解してほしいなと思います。アプリでの見極めポイント3つ目は、会う場所を指定されないか。会う場所をねガチガチに指定された場合、疑いの目を向けるべきです。なぜなら逃げやすいお店を指定される可能性があるためです。トイレの場所が奥まってて席からその出入りを確認できないとか、施設の中のお店でお手洗いがお店の外にある場合など簡単に逃げられてしまいますよね。そして逃げる気がなくても魔が差した時に逃げちゃうことができる環境っていうのが NG なんですよ。おすすめなのは靴を靴箱に入れて、そのなんか板みたいなやつでこう鍵をねカチッて閉めて自分で保管しておくっていうお店の方が一番いいですね。の入店のタイミングでこの鍵忘れそうだからここにまとめて置いておこうよって相手の鍵をぶんどって自分側のテーブルの上にパンとね見えるように置いときゃいいんですよ。さすがにね靴履かずに足犠牲にしてまで食い逃げしようっていう気にはならないはずなんですよね。このように物理的に逃げられない状況を作っておくっていうのはいいかもしれません。当然自分にも魔が差してしまう時もあるかもしれないんですが、こういうお店を選んでおけばしようがないのでその気持ちもすぐに消えてくれることでしょう。だからお店選びは相手に任せるより自分で選んで指定した方が安心です。まあ、こんな感じでね注意点をいろいろとお伝えしたんですが、こいつ食い逃げしねえだろうなって思いながら会うのってちょっと悲しいですよね。相手からももしかしたらこいつ大丈夫かって思われている可能性だってあるわけですよ。そんな状態で相手のことを信じて恋愛感情を抱いて結婚前提にお付き合いするのってなかなかハードモードな気がするのは私だけでしょうか。そして食い逃げならまだしも、実際にお金を騙し取られるといった被害も随分前からありますよね。職業、年収も自己申告なので公務員だって偽って近づいてきた男性をそのまま信じて交際に進展で、その後生活費としてお金を要求されるようになりました。で結局蓋を開けてみるとその男性は妻子持ちで公務員でも何でもなかったっていう女性もいらっしゃったんですよね。会うまでのやり取りとか会ってから違和感を覚える点があればそのままにしないことが重要だと感じます。中には弁護士だと偽っていた男性に騙され
たっていう女性もいましたが、医師や弁護士などはネットで簡単に登録確認できるので、ヒットしなかった場合は名前を偽っているか職業を偽っているかの2択となります。相手を疑って検索しなきゃいけないっていうのはもう非常に、ね、悲しい限りなんですが、自己申告である以上相手を疑わざるを得ません。自分の身を守るためにもこうした最低限の知識と工夫が必要になってきます。せっかく好きになってね、交際がスタートしたのにいきなり音信不通になっちゃって心にぽっかり穴が開いてしまったっていうのはあるあるですし、未婚だと思っていた彼が実は既婚者で、ある日突然妻と名乗る人から連絡があってびっくりしたっていう話もあります。自分は騙されないと思っている人ほど騙されてしまうのが怖いところなので、最初からあなたを騙そうと思って近づいてくる人もいるんだっていうことを知っておいてほしいです。そして結婚相談所プレシアでは本気の方だけに無料の勉強会を開催しています。婚活で怖い思いをしないために、結婚相手とはどこで出会えばいいのか、結婚を決めるために何を確認すればいいのかわからないよっていう方に向けて、何をどうしたらいいかをお伝えする勉強会になっております。ただ参加数には上限ありますので、興味のある方はお早めに希望をお出しください。詳細はね、概要欄に載せております。それでは勉強会でお会いできることを楽しみにしております。ご視聴ありがとうございました。